富士スピードウェイは、静岡県寸東郡小山町にあるサーキットである。略称は、FSW。かつては、海江会社の、富士スピードウェイ株式会社の英文社名、富士インターナショナルスピードウェイ CO、リミテッドにちなみ、フィスコと表記されていたこともあり、今も一部で併用されている。2000年より、トヨタ自動車の参加に入る。2021年には、 2020年、東京オリンピックパラリンピックの自転車競技会場として使用された。河野一郎富士スピードウェイの建設は、1960年代初頭に、丸紅副社長、森長営から河野一郎に話があったことから、始まる。その頃河野は、名神高速道路の建設を担っており、長時間高速走行可能な国産車を開発する。 必要があり、また自動車の輸入自由化のこともあり、外国車の性能と比較しても遜色ない国産車を開発するには、サーキットの存在は大きな意味があった。当時国内に存在していたパーマネントサーキットは数少なく、三重県にある鈴鹿サーキットはホンダが所有するサーキットで、他の自動車メーカーが自由に使用できず、 また当時は二輪レース用のサーキットと思われており、四輪レースにも十分な福音を持つサーキットが望まれていた。また、第二次世界大戦前にオープンした日本発かつアジア発のパーマネントサーキットで、当時は細々と草レースが行われていた神奈川県、川崎市の玉川スピードウェイは、 すでに事実上廃止状態であり、また高度経済成長を受けて周辺に住宅が増えて、きており、規模、拡張性ともに問題があった。日本でサーキット建設の計画が進んでいることを聞きつけたアメリカのナスカールが当時日本でレース活動を行っており、後に F1 のシャドーレーシングカーズのオーナーとなるドン・ニコルズをエージェントに売り込みした結果、 ナスカール形式のレース開催を目的として設立された富士スピードウェイ株式会社の前身日本ナスカー株式会社は1963年12月に設立された翌1964年1月にはナスカールとの間で日本及び極東地域におけるナスカール形式レースの独占開催権に関する契約を締結した その後サーキット候補地の選定を開始し、同年6月にはサーキット候補地として、静岡県寸東郡小山町大御神の150万坪の土地を選定し、地権者らとの契約にこぎつける。なお、富士スピードウェイの建設用地は99年間の借地権によるもので、建設費用は借入金によるところが大きいが、 建設開始後の1965年に河野が成居したため日本ナスカー副社長となった息子の河野洋平は建設資金集めのために銀行や企業周りをし非常に苦労するスターリングモスコースレイアウトはナスカールのレースが行われるアメリカのデートナインターナショナルスピードウェイに似たトライアングルオーバルトラックを予定しており1964年7月には デートナを設計したチャールズ・マネー・ペニーが来日し、原案の制作に取り掛かった。しかし、日本ナスカーの将兵によって、現地を視察したスターリング・モスが、こんな地形でオーバルコースを作るとは、ナンセンスも甚だしいと指摘した通り、山麓の傾斜地という立地条件から、オーバルコースの建設が困難なことが判明した。1965年には、 ナスカールとの間の開催権契約を白紙還元することで合意した。河野洋平によるとコース設計には様々な案があり結局日本のレースにも適した現在のコースに決まり建設を開始したという河野のアメリカ視察は建設開始後であった。またナスカールの契約料は高額で河野たちは不満を持っていたしナスカールの経営方式が 日本で通用するとも思っていなかったので、ナスカールとの契約をやめることにしたという。これを受けて、改めて、ヨーロッパ式のロードコースとして、サーキットを建設することとなり、社名を、現在の、富士スピードウェイ株式会社に改めた。サーキットではなく、スピードウェイという名をつけたのは、オーバル計画の名残である。それから、サーキットの愛称について、 河野らは考えたが、呼びやすい愛称ということで、正式社名にはない、インターナショナルを入れて、富士インターナショナルスピードウェイカンパニーとした。富士霊園コースの建設が進む中、同年7月には計画当初から中心的存在だった河野一郎が死去し、その後富士スピードウェイの副社長であった息子の陽平が、後を継いで政界に入るために同社を退職した。 その後10月には、富士スピードウェイに隣接する土地を所有しており、そこで、富士霊園の経営を行っていた三菱辞書が、同社に出資するという方向で、富士スピードウェイ社長の鈴木久平と三菱辞書との間の交渉がまとまる。これを受けて、計画当初から経営に関わっていた丸紅と毎日、新聞社、富士急行も手を引き、以後は、 三菱地所に経営を託すことになる。なお、三菱地所は特に、富士スピードウェイの借地内にあるゴルフ場、東富士カントリークラブにも、関心を持っており、こちらの経営も引き継ぐことになる。第3回日本グランプリ1966年1月3日に、オープン。最初のレースイベントは3月12日に開催された、アマチュアライダーによる二輪レースである。 第7回全日本モーターサイクルクラブマンレースだった。この時、まだ一部の観客席が建設中であったにもかかわらず、1万人の観客を集めた。3月27日に行われた4輪の開業イベント、第4回クラブマンレース、富士大会には F1 世界チャンピオンのジム・クラークが来場し、F3 マシンで展示走行を行った。 さらに5月3日に開催された第3回日本グランプリ決勝には9万5000人の観客を集め、サーキット周辺には大渋滞が発生したが、レースは日産自動車、トヨタ自動車、プリンス自動車、イスズのワークス対決で盛り上がった。また、1966年のインディアナポリスインターナショナルチャンピオンレースや1968年、 1969年のワールドチャレンジカップ富士200マイルレースのような海外招待レースも企画されるなど船橋サーキットや1970年にオープンしたつくばサーキットと並んで関東東海地方におけるモータースポーツの中心的な場所となったアメリカで導入された大気浄化法対策のため自動車メーカーのモータースポーツ活動が停滞すると 富士は1971年にプライベーター主体の富士グランチャンピオンレースを創設して看板イベントに育てる。またこの頃にはサーキットの周辺にメンテナンスガレージが集まるようになり大三日レース村と呼ばれるようになった。しかし1973年と1974年には富士 GC で死傷事故が起こり名物の30度バンクが閉鎖された。 さらに同年に起きたオイルショックで自動車メーカーによるモータースポーツ活動が冷え込むが1977年には耐久レースの富士ロングディスタンスシリーズもスタートする1976年には F1 日本書開催となる F1 世界選手権インジャパン1977年には正式に日本グランプリの名を冠して第2回大会を開催した 第2回は、星野和義や高原隆志高橋国光などの日本人ドライバーの活躍もあったものの、1コーナーで、ロニー・ピーターソンのマシンと接触した、ジルビルヌーブのマシンが宙を舞い、立ち入り禁止区域にいたカメラマンとそれを排除しようとしていた警備員に激突、合わせて2名が死亡する事故が起きた。運営の赤字やこの事故の影響により翌年の、 開催はキャンセルされ、1987年に鈴鹿サーキットで開催されるようになるまで、F1 の日本開催は9年間中断することとなった。1979年7月、社団法人御殿場橋青年会議所が、富士スピードウェイの廃止を県に陳情したことが、きっかけとなり、経営権を持ち大半の土地を所有する三菱寺所によって、 1980年代前半にサーキットの廃止とゴルフ場などを中心にしたレジャーランドへの転用が検討された。この陳情の背景には富士 GC の感染を目的とした暴走族がサーキット周辺で集会や暴走行為などを繰り返すことにより周辺環境が悪化するという問題や1983年に再び富士 GC で起きた 高橋徹の死亡事故があった。また、当時の世間における、モータースポーツの認知度の低さから、モータースポーツ自体暴走行為を助長するものであり、好ましいものではないとの意見も一部には見られた。しかしながら、一方で地元で建設業に携わっていたものつまり、レジャーランドやゴルフ場の建設により、利権を得る者たちが陳情の中心にあったという説もあり、 実際に、葬儀の後半においては、陳情側が、トーンダウンした状況が見られた。これに対し1980年には、レーシングドライバーや、レーシングチーム、モータージャーナリストなどが、日本モータースポーツ振興会を設立し、廃止反対運動を開始。1985年には、フィスコ廃止問題連絡協議会と改名し、 サーキット廃止に反対する知見者たちで構成される、富士スピードウェイ協力会とタッグを組む形で反対運動を展開した。反対運動の中、高橋国光や星野和義、長谷正弘太、レーシングドライバーやモータージャーナリスト、サーキット知見者等が都内で富士スピードウェイ廃止反対を訴えるデモ行進を行い、その後公開シンポジウムを開いたこともある。 1986年には、三菱地所が、富士スピードウェイのある、小山町長に対し調停を申し立てたが、同年7月30日、この件は白紙に戻すという町長裁定が下り、正式に、サーキットの存続が決定した。ピットを出るジャ j ー x j r 1 1 1 9 8 0年代に、入ると、世界選手権の開催や、 海外の有力チームドライバーを招いた輸入レースの企画も増加した。1982年には世界耐久選手権の日本ラウンド、1985年にはツーリングカーのインターテック、1990年には F3 のインターナショナル F3 リーグといったイベントが創設され、それぞれが複数年開催され国内のレース、関係者に刺激を与えた。 さらに1980年代後半から1990年代前半にかけてはバブル景気下でモータースポーツブームが起き全日本 F3 全員選手権や全日本 F3 選手権全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権などの全日本選手権クラスのレースから下級カテゴリーに至るまで参戦台数及び観客数が増え流勢を誇る一方 これらの全日本各式のカテゴリーの人気の煽りを受けて、バブル景気が頂点を迎えた1989年には、富士 GC が廃止された。なお、前述のサーキット廃止の話は、廃止騒動終結と、ほぼ同時に始まった、バブル景気と、また、バブル景気と同時に始まった、モータースポーツブームによる流星を受けて、その後一度も話題に上ることはなくなった。 これを受けて1992年には1987年に全面改修された鈴鹿サーキットや1990年にオープンした TI サーキット、間などの他の国際格式のサーキットに比べて施設の旧体化、老朽化が目立っていただけでなく安全性にも問題があると指摘されていたピット及びパドックエリア、コントロールタワーなどが初めて改修された 1992年にピットガレージやコントロールタワーなどが改修されたとはいえ、ほとんど更新されないままでいた、施設の全体的な老朽化は否めず、1997年の横山隆と三貞秀都市、1998年の大田哲也、2002年の道上龍の大事故にもつながるソフト、ハード両面の球体化が進行し、 FIA の基準を満たしていない施設がいくつも存在していたなど安全性の面でも懸念が高まっていた。さらに、蒸気のように屋根部分が少なく、コンクリート剥き出しのグランドスタンド席や組み取り、敷きトイレ、老朽化したレストランや建物など観客用施設は、約30年前のオープン当時のままで、バブル期のモータースポーツブームが終わり、集客に苦心していた中、 子供連れや女性客の獲得だけでなく、バリアフリーの観点からも早急な回収を望む声が、観客や、エントラント側からも多く上がっていた。しかし、バブル景気崩壊後にモータースポーツブームが去っただけで、なく、親会社の三菱辞書も、地価の下落に苦しんでいたこともあり、多額の投資がかかる、大幅回収は行われない今まであった。新たに補装された、 ランオフエリア新築されたピットガレージ2000年トヨタ自動車が三菱自所から同社株式を買収して正式に参加に収め2003年9月から営業を停止して改修工事を開始し2005年4月10日にリニューアルオープンしたなおこの際にトヨタ自動車の研修施設なども敷地内に設けられた新コースは セパンサーキットや上海イ,インターナショナルサーキットなど、1990年代後半から2000年代にかけて、新規に F1 を開催しているサーキットのほとんどでそのコースのデザインを担当しているヘルマン・ティルケの手によるものである。旧コースの特徴の一つだった約1 5トルの直線は残されつつ、コースが現代的に改良された。 大きな変更点としては、9コースでは最終コーナーから直線にスムーズにつながっていた部分が、新コースでは急勾配のつづら折れとなって入り組んだ複合コーナーの連続に直されており、難易度が増している。ドライバー側はコーナーのイン側が見通しが悪いことが指摘されており、スピンしたマシンに後続車が接触する事故も見られる。このか。 ピットロード出口が以前と比べ1コーナーよりに改められ、ピットアウト時のスピードを下げる工夫がなされている。また、ランオフエリアは、ほとんどが舗装され、安全性が向上した上、コース脇には緊急車両用の通路が設けられた。これらの改修により、同サーキットは F1 開催に必要な資格のグレード1を取得した。さらに、 オープン当時から変わっていないグランドスタンドやグランドスタンドとパドックを結ぶ地下通路1992年に建て替えられたばかりのピットガレージを含みほとんどの旧施設が解体撤去され新たに作り直されたグランドスタンドや1コーナーの観戦スタンドグランドスタンド裏やパドックエリア内のレストランお土産や自動販売機トイレ駐車場など 観客が利用する施設の質的向上やバリアフリー化も旧来に比べ著しいグランドスタンドの座席は一席ずつ区切られ、ドリンクホルダーが設けられるなど、観客が快適にレースを楽しめるような工夫が凝らされている。また、グランドスタンドに障害者用観客席とトイレが用意され、また専用駐車場も近くに用意された。パドックとグランドスタンドを結ぶ通路も、 新たに広く、開放的な通路が設けられ、上り専用のエスカレーターも設置された。なお、コントロールタワーは改修して、継続使用している。2007年、F1 日本グランプリ2008年、F1 日本グランプリ1987年から、鈴鹿サーキットで行われていた F1 日本 GP の契約が2006年シーズンで終了することから、 富士スピードウェイはそれ以降の日本グランプリの誘致を決定し、フォーアとの交渉の末、2007年の開催権を獲得した。鈴鹿側も2008年以降の開催を希望したことから、FIA は2007年9月、2008年は富士での開催とし、以降は鈴鹿と富士が各年で交互に開催することを発表するに至った。F1 開催にあたっては、 周辺の道路、宿泊施設等の状況を鑑みて、観客を駅や駐車場から、シャトルバスで往復輸送する、チケットライド方式を採用した。しかし、復活初年度の2007年は悪天候により、バス輸送が大混乱に陥り、予選終了後に観客が長時間にわたって場内に閉じ込められたり、決勝スタートまでに来場できないという不祥事が、 発生した。その他にも1コーナー仮設観客席からコースが見えない、などの諸問題が露呈し、日本 GP の歴史に汚点を残す結果となった。レース後に感染者より民事訴訟を起こされた。2013年1月24日に、東京地方裁判所は、訴訟を起こしていた67人の原告に対し、うち53人に約80万円を支払うよう命じた。 二年目の2008年は二十数億円を投じて対策を行い、一コーナー等の場内施設を改修。決勝観客動員数を14万人から11万人相当に縮小し、シャトルバスを会場内や周辺に待機させる止め置き方式が採用されたことから、前年ほどの混乱は見られなかった。また、チケットライド方式並びに止め置き方式は、 有観客で行われた2020年、東京オリンピックの自転車競技の際にも行われた。2009年7月7日、富士スピードウェイは、日本 GP 開催からの再撤退を発表した。世界同時金融危機以降の不況等に伴う、経営環境の悪化のほか、スーパー GT やフォーミュラ日本も含め、国内のレース観戦客数が激減している。 看板スポンサーも減少していることを理由に挙げた。これにより、日本 GP は2009年より再び鈴鹿で行われることになった。スーパーフォーミュラ以降は F1 世界選手権の開催こそなくなったものの、その後も FIA のグレード1を持つ世界でもトップクラスの施設を持つサーキットとして人気を博し、FIA 世界耐久選手権などの世界、 選手権格式のレースや、ブランパン GT、アジアや、アジアンルマンシリーズなどの国際レースシリーズ、スーパーフォーミュラや、スーパー GT、全日本 F3 選手権やスーパー耐久などの、全日本格式クラスの国内のトップカテゴリーの、レースが開催され、それぞれが、数万人の観客を集めるなどの盛況を見せている。2018年6月、スーパー耐久シリーズ、 富士大会として、富士スピードウェイにとって50年ぶりとなる24時間耐久レースが開催され、以降はシリーズの一戦として毎年開催されている。また、フォーミュラ4や富士チャンピオンレース、インタープロトシリーズ、トヨタやフェラーリ、ポルシェやランボルギーニなどの各メーカーのワンメイクレースのような、 若手やアマチュア主体のレースまで様々なカテゴリーのレースが1年を通じて開催されており、それぞれが数十台から数百台の参加台数を集めている。さらに自動車レースのみならず、自動車メーカーやメディア、オーナーズクラブなどによる関連イベントや自転車、イベント、音楽イベントを含む各種イベントも1年間を通じて頻繁に行われており、 東日本のモータースポーツの中心地の一つとして賑わいを見せている。また2021年には東京オリンピックの自転車競技会場として使用され、静岡県は緊急事態宣言の発令を受けていないことから全ての競技が有観客で開催された。場内には本コースの他にもショートサーキット、ドリフトコース、ジムカーナコース、カートコースの 種目を呼び、目的別の合計5つのコースがある。本コースは、全長1475メートルという世界有数のロングストレートを持ち、コース幅も15から25メートルと広い。かつては、直線と高速コーナーからなる超高速コースだったが、時代とともにコーナーを増やす方向で、走行速度の減速が図られている。リニューアル前は、 トップスピードを重視して、マシーンにドラッグの少ないウィングやボディカウルが装着されたほか、1990年から1993年にかけて開催されたインターナショナル F3 リーグの際に、海外から来たチームは、リアウィングのアッパー部分を外して、速度を稼ごうとしていた。現在は低速テクニカルセクションがあるため、ある程度ダウンフォースをつけたセッティングが必要と、 なっている。赤と青が1974年までのコース、緑と青が2000年までのコース、青が2003年までのコースホームストレートは、現在よりも長く、1700メートル近くあった。ストレートから全開のまま、30度バンクに突入。ぐるりと半円を描き、バンクを通過すると右、左と大きく旋回する S 字コーナーを抜けて、 現在の2コーナー出口に位置していた合流地点へ。左の超高速コーナー 250R を通過して右の 100R へ。フルブレーキでヘアピンを抜け 300R から最終コーナーまでの長い全開区間からホームストレートへ戻り一周となる。一周は 6km であり当時の鈴鹿サーキットとほぼ同距離。フルブレーキポイントはヘアピンのみという。 ハイスピードコースであった。なお、前述のインディ富士200マイルや1973年の日本 GP では30度バンクを通らないショートコースを使用し、普段とは逆の左回りでレースが行われた。30度バンク30度バンク、富士スピードウェイの大きな特徴として30度のカントがついたバンクコーナーがあった。 これは前述の通り、もともと同サーキットがオーバルコースとして計画されたことの名残と言われている。オーバルコースではコーナーでの減速を極力減らすため、コーナーにバンクをつけるのが普通である。当時、国内でこのような急角度の路面舗装を経験した業者は一つもなく、依頼された日本ほどは、ロードローラーをバンクの上からワイヤーで引っ張るという方法で切り抜けた。 しかし、もともと経験不足を起因とする勾配の設計が良く、ない上に、後に、馬乗せと呼ばれることになる、古ブ上のうねりもあった。関東のついた、オーバルコースで争われる、オートレースの世界から転身した、田中健次郎を曰く、完成当初に、コース管理者に、基礎に杭いを打ち込んだかと尋ねたら、打ち込んでないと言われ、こりゃダメだと思ったそうである。 直線から30度バンクへはほぼアクセル全開で飛び込むが走行ラインは一本しかなくバンク下から吹き上げる横風の影響も受けたまた路面のうねりでマシンが底打ちするためフロアやサスアームを補強しなければならなかった重大事故も発生し開業年の日本 GP では長井健一が死亡1973年の富士 GC 最終戦では 中野正春が死亡した。中野の事故では二重に設置されるはずのガードレールが一枚しかなかった。不備とステアリングミスが重なったものだった。1974年の富士 GC 第2戦中には、風と博士と鈴木誠一の二人が死亡。観客や後続の選手ら6人が重軽傷を負う大事故が起きたことを契機に30度バンクは閉鎖された。 バンクの使用停止に伴い、以後のレースはすべて右回りで行われる形に改められている。ただし、ファン感謝ーや全日本プロドリフト選手権、自転車のロードレースなど、自動車レース以外のイベントで、本コースが使われる場合には、現在でも左回りで周回することがある。旧コース時代の末期に、イベントの一環として、体験総公開が何度か行われている。 現在は一部の路面がモニュメントとして残されたメモリアルパークとなっている。富士スピードウェイ付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成サントリー市ケインを走る松場7871974年に30度バンクが廃止され、前述のショートカットコースをメインとしたレイアウトとなる。 一周は 4.359km。ホームストレートは約 1500m に短縮され、1コーナーはヘアピンとなる。それ以外は前述と同じレイアウトである。バンクはなくなったとはいえ、超高速コースであることには変わりない。1976年と1977年の F1 もこのコースが使われた。 1980年代には3カ所の改修工事が行われた。富士スピードウェイの空中写真、ダンロップ試験手前全面リニューアル後の2005年から使われており、FIA のグレード1を取得している現行のレイアウトは、距離が4.563キロメートル、コーナー数は16に変更された。コース終盤の第3セクターを中低速コーナーが連続する。 テクニカルセクションに変更し、高速テクニカルコースとなった。長い直線から、最大のオーバーテイクポイントとなる1コーナーは、急レイアウトよりも鋭角なヘアピンとなった。2コーナーからの坂はなだらかになり、3コーナーへ。サントリー試験は廃止され、ブラインドの高速左90度コーナーとなった。100R は、ランオフ確保のため、急レイアウトよりも手前に置かれ、 大きな弧を描く高速右コーナーで、急コースよりもカーブが緩くなり、通過速度は高くなる。ヘアピンも若干手前に変更され、100R 出口からヘアピン入り口の距離は縮み、ブレーキングが非常に難しくなった。ヘアピンを抜けると、右の超高速コーナー 300R へ入り、全開のままダンロップシュケインへ入る。新しいダンロップシュケインは、 フルブレーキから右に大きく切り返し、すぐに左に切り返す形となり、急コースに比べて通過速度は下がっている。2018年7月20から22日に開催されたブランパン GT アジア第7戦では、試験員の舗装に剥離が生じたため、急遽試験員をショートカットする直線部をコースとして使用した例がある。 コース終盤のテクニカルセクションは坂を上りながら、ブラインドでラインが複数ある、難易度の高いつづら折りのコーナーが3つ連続で続く。最終コーナーはラインが複数あり、カテゴリーにもよるが、インベタで回るドライバーもいれば、外を回るドライバーもおり、ここの脱出がストレートの速度に影響するため、非常に難しいコーナーとされている。ピットレーン入り口は、 ホームストレートの中間にあるため、ピットに入る速度を大きく抑制するために、試験場のコーナーになっている。このピット入り口の試験をうまく通過することで、ピットのロスも減らせる形になっている。2016年より、新たにネーミングライツが導入され、1コーナーは、トヨタ画像レーシングが、スポンサーとなり、TGR コーナーに、100R は、トヨペット店がスポンサーとなり、 トヨペット 100R コーナーにそれぞれ解消された。サーキットから眺める富士山富士山の東裾の標高545から580メートルの土地にあり、天候が不安定であることで知られる。夕方以降には気温が急激に下がることも多い。また、気圧が低い関係からターボチャージャー搭載車が有利となり得るため、一時期のスーパー GT では自然吸気車に ハンデが与えられたこともあった。霧の発生も多く、緊急時用のドクターヘリの飛行が困難になることもある。霧の発生や大雨により、レースの中止やスタートの遅延などが起きる場合もある。全日本ツーリングカー選手権ではスタートが大幅に遅延し、午後5時過ぎになって、ようやく中止裁定が下されたり、フォーミュラ日本では、 スタート遅延後にわずか5周で、レース成立として終了した事例もある。悪天候に見舞われたケースは、以下の例がある。FIA 世界耐久選手権、サイクリングフェスティバルイン小山 F1 日本グランプリ本、コースストレートとグランドスタンド場内には本コースの、他に、ショートサーキット、ドリフトコース、ジムカーナコース、カートコースの、種目及び、目的別の4コースがある。 本コースでレースたイベントが開催されない際には持ち込んだレース専用車による時間貸しの練習走行枠が設けられているほか貸し切り走行や自家用車での走行オフィシャルカーの同乗走行を行うことも可能であるまた N1 仕様のトヨタ86やフォーミュラチャレンジジャパン用のフォーミュラマシンのレンタルやプロドライバーによるレッスンプログラムも用意されているほか カートコースでは、レンタルカートによる走行も可能である。グランドスタンド観客席とコントロールタワー、A ピット本、コースストレート前に設けられている。グランドスタンドは22,288席。ドリンクホルダーも備えられた。観客席が多数設けられているほか、バリアフリー対応の観客エリア、エレベーターや、バリアフリー対応のトイレ、おむつ交換台や授乳所。 自動販売機なども多数備えられている。また、グランドスタンド最上部には貸し切りが可能な観戦ラウンジ、プラチナルームが10部屋設けられている。グランドスタンド裏のエリアはイベント広場となっており、全日本格式クラスのレースの開催時には、グランドスタンド裏では様々なイベントが行われるほか、多数の飲食店や土産物店が展開される。また、 地元の名物料理などの屋台の出店も行われる。また、グランドスタンド裏には総合案内所が設けられている。なお、グランドスタンド中央部には、交通地側のコントロールタワーや、パドックエリア、アドバンコーナー付近との間を行き来するための、歩行者用地下道が備えられており、上りのみのエスカレーターもある。グランドスタンド以外にも1コーナー近辺に、 常設の観客スタンドがある。またそれ以外にも観客エリアが複数設けられており、グランドスタンドを含む主な観客エリアの周辺にはバリアフリー対応のトイレや自動販売機、駐車場などが備えられている。グランドスタンド裏をはじめ随所にハイコンテナを改造した喫煙スペースやバリアフリー対応のトイレが設置される等の追加工事が随時実施されている。 本、コースストレート前のグランドスタンドの向かい側、ピットビル A に併設される形で3階建てのコントロールタワーがある。内部には、競技役員室やメディカルセンター、事務所がある。なおコントロールセンターは1990年代に、現、ピットビルやグランドスタンドに先立って新築されたものである。A パドックピットビル A 内部コントロールタワーに並んで、 3階建てのピットガレージと電動シャッターと電源が備えられたピットガレージが設けられている。ピットビル A には30、ピットビル B には15のピットが備えられており、共に有料で借りることができる。また、ピットビル A の2階には有料で貸し切りでき、メインストレートとピットが見下ろせる多目的ルーム、クリスタルルームが9部屋とモニターと電源完備のメディアルーム、 ブリーフィングルームや表彰台などが設けられている。ピットビルへの最上層階は吹き抜けながらも屋根が設けられており、ここからレースを観戦することが可能である。ピットビル B 屋上からもレースを観戦することが可能である。またピットビル A は車椅子対応、また車を入れることのできるエレベーターも設けられている。ピットビル A 裏のパドックエリアには、 有料で貸し切りできる2階建てのパドックスイートが6棟12部屋用意されているほか、別当にタイヤやパーツメーカー、ドライビングスクールの施設やオフィスなどが備え付けられている。B、C パドックコントロールタワー脇の B パドックには、車検場やエネオスのガソリンスタンドがある。ガソリンスタンドから 300R 方面に向かうと、C パドックがある。 B パドックと C パドックにはピットガレージが設けられていない。なお、A と B と C の各パドックと駐車場は大規模なレースがあるときは入場制限が行われる。また、コントロールタワーやパドックエリアとグランドスタンド中央方面との間を行き来するための歩行者用地稼働が備えられており、上りのみのエスカレーターもある。A パドック横には約200席を持つ。 セルフサービス式のレストラン、リズ鶴と土産物店が設けられている。なお、全日本各式や世界選手権各式のレースやイベントの開催日には、エーパドックエリアは関係者以外に対するパスコントロールがかけられる、もしくは別途入場料金が設定されることが多いが、エーパドックエリアへの入場制限がかけられる際も、リズ鶴や土産物店へは入場制限がかからないことが多い。 敷地内にトヨタの交通安全センター、モビリタが置かれており、企業、団体向けの交通安全教室が平日に開催されている他に、一般ドライバー向けの各種交通安全教室も開催されている。レクサスカレッジ東ゲート近くには、レクサス販売のための研修施設である、レクサスカレッジが置かれている。この施設はレクサス販売関係者のためのものであり、 一般に公開はされていない。東ゲートはに運営会社である、富士スピードウェイ株式会社の本社とサーキット事務所が設けられており、サーキットライセンスの取得や、コース貸し切りの申し込み、プレス受付や、広告看板の掲出申し込みなどに対応している。また、コントロールタワーにも事務所が設けられており、サーキット走行券の購入などはこちらで行う。 東京都千代田区内にも富士スピードウェイの東京営業所がある。モビリタや CG パークを含む各エリアはレースやオーナーズクラブイベント、新型車試乗会などの自動車イベント以外にも音楽イベントなどの様々なイベントの会場としても強用されている。なお、レースなどのイベントが開催されない時、特にオフシーズン時期には一部の駐車場を トヨタ自動車の出荷前の新車のモータープールとしても使用していることがある。西ゲート脇にはエネオスのガソリンスタンドが設けられている。なおこのガソリンスタンドはサーキット外にあるためサーキット利用者以外の利用も可能である。また、2017年に西ゲート付近にモータースポーツ検証費が混流された。2017年7月に トヨペット 100R 内側の森の中に、ティラノサウルスやステゴサウルス、イグアノドンなど、15種類以上の恐竜の、実物大模型や骨格模型などが置かれた、子供向け娯楽施設、富士ジュラシックウェイがオープンしたが、中華人民共和国から世界中に広まった COVID-19 による流行を受けて2020年に閉鎖された。レース開催時には、 周波数、79. 7 9 7ヘルツのミニ FM で、場内実況される。また、2016年より一部レースが、地元のコミュニティ放送局 FM5 店場でも、場内実況が放送される。過去には、テレビジョン放送の実験も行われた。東通りが総務省のホワイトスペーストック募集に、提案し、特区として認定され、2011年11月の富士。 スプリントカップからワンセグ放送を実験2012年5月のスーパー GT からワンセグ放送のほか場内に設置されたデジタルサイネージへのフルセグ放送の実験も行われたこれらは実験試験局によるものであった実験結果より地上一般放送局を開設するには設備投資の費用を捻出することが最大の課題と分かり広告収入のみで 投資の回収は困難と判断、結局エリア放送は開始されなかった。レースやイベントが開催されていない日でも入場が可能で、入場料は大人が1100円、高校生800円、中学生以下は入場無料である。入場料には場内駐車場代が含まれている。なお、サーキットライセンス所有者は入場無料である。 日本自動車連盟会員向けの割引もある。全日本格式クラスや国際格式のレースやイベントが行われている日は、それぞれのレースやイベントの入場料に準じる。また、ワールドチェカパスと名付けられた富士スピードウェイで行われるスーパーフォーミュラやスーパー GT などの5つの全日本格式クラスのレースを一般観戦エリアで観戦できるパスが、 毎シーズン開幕前に販売される。さらに、ワールドチェカパスに、パドックパスが付随したパスも同時に販売されている。各、コースごとに走行料金が設定されており、また安全のためにラップタイムや、マシンカテゴリーごとに時間帯が区切られている。なお時間ごと、もしくは全日での貸し切りも可能である。また、コース以外にもイベントスペースや駐車場エリアの、 貸し切りも可能である。なお、貸し切りイベントや貸し切り走行会以外で、各コースを走る際には、サーキットライセンスの取得が必要である。富士スピードウェイに隣接して、かつて富士スピードウェイを運営していた三菱地所の子会社が所有しているゴルフ場、東富士カントリークラブと大型公園墓地の富士霊園がある。なお以前は、 東富士カントリークラブへは、富士スピードウェイの西ゲートから入場するようになっていた。周辺には他にも、複数のゴルフ場がある。東西ゲートの徒歩圏内に商店などはないが、車で5から10分圏内には、複数のコンビニエンスストアやレストラン、病院や郵便局、ガソリンスタンドなどが存在する。なお、西ゲート周辺の大三か地域は、ノバエンジニアリングや、 透明スポーツ、シフトや、近藤レーシングガレージなど、多数のレーシングガレージやメンテナンス工場が集中しているため、大三日レース村と呼ばれている。2020年の東京オリンピックの開催に合わせて、近隣の設備が進められているほか、2021年に、完成予定の新透明高速道路の大山、パーキングエリアと、スマート IC の開発に伴い、同エリアが、 モータースポーツ関連産業エリアとして再開発される計画もある。東ゲート西ゲート、御殿場インターチェンジ市街地や観光地に囲まれていることから国内の他のサーキットと比べ交通手段は比較的恵まれており、高速道路のインターチェンジや複数のスマート IC に資金が上に近隣の複数の鉄道駅からのバス便もあるほか、 鉄道駅からタクシーでもアクセスできる。観客は東ゲートもしくは西ゲートの2つの入場ゲートから自家用車、シャトルバスもしくは徒歩でサーキット内に入るのが一般的である。ただし営業日は常時開門している東ゲートと違い、西ゲートは大規模なレース開催日以外は閉まっている場合もあり、事前に確認が必要である。また、西ゲートから グランドスタンドまでは徒歩で15分から20分程度だが、東ゲートからグランドスタンドまでは、上り坂のみの徒歩で45分から60分程度、かかるので注意が必要である。自動車で来場する場合は場内に複数ある駐車場が使用できる。また、大規模レースの際は場外に臨時駐車場が設けられ、各ゲートと主要観客席、 駐車場を結ぶ場内シャトルバスが運行される。なお、もともと近傍にある、東名高速道路は、非常に交通量が多い上、休日ともなると、富士山や富士五湖などの観光地に向かう観光客や、御殿場プレミアムアウトレットに向かう買い物客、ゴルフ客がこれに加わること、また、サーキット周辺の一般道で、幹線道路は、国道246号と、 国道138号ぐらいで抜け道も少なく、抜け道自体が片側1車線の指導であることから、レース開催時には、御殿場インターチェンジや、グミ沢交差点付近での渋滞が発生しがちであった。また2012年には、新東名高速道路の御殿場ジャンクション異性が一部、開通したために交通事情の改善が期待されたが、大規模レースの観客と、 降落客が重なり大きな渋滞が発生し、サーキット出口から五殿場インターチェンジまで1時間以上かかることもあった。しかし2019年に、最寄りの東名高速道路の足柄サービスエリアにスマート IC が設けられ、東名高速道路の上下路線への所要時間が大幅に短縮された。さらに2023年には、新東名高速道路の小山パーキングエリアと、 スマート IC が東西ゲートからそれぞれ数百メートルの距離に完成する予定であり、これによる利便性の向上が期待されている。しかし、小山はスマート IC で処理能力に限界がある上に東西ゲートから近すぎることから大規模レースの終了時に場内で渋滞が発生する可能性も取り沙汰されている。JR 五天場駅 JR 駿河小山駅複数の 鉄道駅から公共交通手段を使ってアクセスできる。なお、臨時バスが出ない通常時に路線バスでゲートまで直行できるのは JR 御殿場線の御殿場駅もしくは駿河小山駅に限られる。JR 東海御殿場線の御殿場駅や駿河小山駅から富士霊園行きの富士急行の路線バスに乗車しスピードウェイ東ゲートまたは スピードウェイ西ゲートで下車というルートの他に、五殿場駅から上野行きの富士急モビリティの路線バスに乗車し、スピードウェイ東ゲートで下車というルートもある。いずれも所要時間は30分から40分程度である。さらに、全日本格式や国際格式の大きなレースの際には、JR 五殿場駅からの臨時バスの他、 小田急小田原線海西駅から新松田駅経由の臨時バスも運行される。JR 五殿場駅や駿河小山駅からタクシーでアクセスすることも可能である。なおサーキット内にはタクシー乗り場はない上に、流しのタクシーもほとんど走っていないが、電話で場内に呼ぶことが可能である。西ゲートを入った横に、 ヘリポートがあり、事前に予約することで一般のヘリコプターが有料で、利用することが可能である。なお、パドック、グランドスタンドまで徒歩で15分から20分かかる。東京ヘリポートまで30分、中部国際空港まで50分程度である。これとは別に、最終コーナー内側にもヘリパッドがあるが、こちらは、ドクターヘリ専用で一般の利用はできない。地元の小山町及び、 五天橋周辺はもともと避暑地や富士山登山の拠点であり、ビジネスホテルや、シティホテル、リゾートホテルや旅館、民宿や、ユースホステルの他にも、会員制リゾートホテルをはじめとする宿泊施設が多数点在する。また、周辺には、山中湖や川口湖、箱根といった、日本有数の観光宿泊施設の集積地があるため、通常時は宿泊施設の確保が、 比較的簡単にできる。しかし、富士スピードウェイの全日本各式のレースの開催日や、連休、富士急ハイランドでの野外コンサート、御殿場市のゴルフ場でのプロゴルフトーナメントの時期は、観客や関係者により、早くから予約が埋まるので注意が必要である。2022年秋をめどに、富士スピードウェイの敷地内の西ゲート付近に、富士スピードウェイホテルが、 当は武道産運営は、ハイアットホテルズインターナショナルにより建設されている。ありがとうございます。